Ikeda-san! Osoi wa! Tsukareta! Osoi, tsukoku! Haha, itte in janai desu ka? Sakki made nonde tanda mon datte. Okurasama desu wa. De, nani? Ano ne, watashi, ue kara atarashiku saito tachiagero tte iwarete te. Ha? De, kore kore. Ha? Dodon don! Oo, Shirotaka shitte iru shitte iru. Hakutaka ne. Hakutaka? Sake zuki daro? Ya, nonjaba nandemo issho da yo. Issho ja ne wa. De, kore wo shuzai suru koto ni narimashita. Aa, so. Iku yo. Iku, chotto. Iya. Chikoku nano? De, mada o mae ni mo Ikeda-san no sei de chikoku shiten no. Datte. Setsumei owatta kara hayaku. Okashii, so, oriru no ka yo mo. Chotto matte matte. お願いします。どうぞ。白鷹と松本総本店の歴史について改めてお話お聞かせください。白鷹と松本総本店ですね。これ松本総本店の白鷹の前で昔で言うと関東総販売元というようなことで私はずっと理解してたんですけど、灘の酒をこちらで松本が頂戴して 関東一円に白鷹を入れさせていただくということなんですね。それが元々白鷹の始まりからそういうことなんですね。白鷹っていうのは元々の灘の酒ですけれども、大変やっぱり領主ともに非常に素晴らしい酒であるということが次第に浸透してくるわけですね。伊勢神宮のご領主でありますよ。 伊勢神宮のご領主でありますよ。伊勢神宮のご領主っていうのはこれ大変なもんでしてね、領主っていうのは神様が召し上がるお酒なんです。神様本人が飲む。はい、ご領主。伊勢神宮の領主では白鷹しかありません。そうです。すごい、だから本当に認められてる酒なんですね。ありますよ、そういうことだから。これはもう大変なことですよね。でも松本総本店さんがこの神楽坂という場所で始まるっていうのはどのような経緯があったんですか。 荷揚げする揚げ場ってことですか。いろいろな物資をここで揚げていくと、揚げたり下ろしたりするところに酒屋がいて、でそれがまた軽子坂というところを通って今どんどん町の方にも。荷揚げしたものを。そうで、このこの軽子坂ってなんで軽子というのはその意味なんです。荷物を揚げる揚げて運ぶ中市みたいな。 これ昔から春子って言ってました。何も何もおそらくいたんでしょうね。で、あそこ通ったから、これで春子坂だということで、まあ、どっちが先だか知りませんけども、そういうことなんですね。この町づくり、町の。町づくりの始まりが自然とそこから始まった。物量をそういうふうに持っていかなきゃいけないので。だから、リゴ周産の場所をここしかないということで、そこに今日定めたのが、 酒屋の松本。そういう形ですね。じゃあ、白鷹もその揚げ場をこう通って軽子坂を。だからそういうルートがあって、今度はその酒屋の中で下り酒のいい白鷹が入ってくると、入れてもらったと。
いうことで、これがその白鷹を中心にまた各地へ回っていったということです。そうやってこう各地町にこうやってお酒が次第にね知れ渡っていくんですか。そうですね。だから町づくりと一緒にそのお酒の販売先が増えていったと。お酒のそのこの白鷹のおすすめの飲み方とかっていうのも。白鷹の飲み方、ええ、おすすめのおすすめの飲み方って愚問でしたか。いや それはね、今になって本当につくづく思うんですけども、おかんをつけると美味しいですね。あ、おかんですか。ええ、おかん冷酒だと思ってました私。要するに乾杯がするって言います、お酒の。ああ、乾杯、はい、缶が映えるってやつですね。映えるっていう、なんか気分、分かりますか。分かりますよ、なんとなく。そういう言い方をする、その乾杯するお酒でしては、まあこれはトップクラスだという話になっちゃってきたのが実情ですね。酒問屋に伝わる新川締めっていう伝統的な締め方があるって伺ったんですが、やってみますか。あ、やっていただけますか。いや、やっていただきたいと、ぜひやっていただきたいです。お願いします。いやーって、よいよいよい、こら、よいよいよい、こら、よい、よいよい、で、ご繁盛、あとこういう。おこれ、大勢でやんなきゃ意味ないですね。でございましたよ。のれん分けについてお伺いしたいんですけど。そうですね、集まったところでいろいろな商店ができ、酒屋さんができ、みんな飲んで飲むような住居もできいうような関係で、どん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 人口が増えていけば、おのずからそうなりますよね。今でいうコンビニみたいな感じですよね。ある種こうニーズがあって、そのいろんなところにこうちっちゃい商店ができるようになって、人が住んでなきゃもちろん始まらない。そうです。だからそうすると店から人が出ていく、あるいは店を卒業した人がそういう店を作るというようなことで、こちらも分母とすればこちら分子が分かれていくわけでしょう。ね、そういうことでのれん分けがあったわけです。これは酒屋ばかりに限りませんけども、この辺では南都町さんがありますね。南都町の松本酒店が、あちらが非常に古い私どもとしてものれん分けをしたのれん分けいいですね。一度行ってみよう。はい、それじゃあ行きますよ。はい、行きます。3、2、1。はい。いやー、おじいちゃんすごかったですね。いやー、すごかったね。ああいう風になれます？なれないよ、だって88とか9で。そうだよ、そんなんでさ、あんな、くしゃくとして。本当だよ、お酒のおかげかな。じゃあ、じゃあいけるってこと。いけるってことか。飲んだくれてれば。マジで。そうか。元気にやれるってことか。元気にやれるってことか。どうだかね。池田さんはああいうおじいちゃんにはなれないね。残念。なんで？安酒飲んでるからダメ。じゃあギャラ上げてくださいよ。やだやだ、それ問題ないから。高いお酒を自分でね。あ、そうか。田さん、これ料亭だよ。でしょ？そう。もうなんかね、ここらもう4軒ぐらいしかないらしいよ。4軒か。あ、そう、これあれだよ。脚本家が来る旅館。わかんない。なんか聞いたことある。そう。池田さんは泊まれないね。いやいや、もう小説家になってさ。でそんな想像力膨らますことはそんなにないもんね。失敬だな、君は。想像力大事ですからね。俺だって文豪とかになってみたかったよ。残念。神楽坂そういう土地ですからね。そうね。そうなんですよ。お店もいっぱいあるし。なんか白鷹
むちゃくちゃ出してるらしいよ、やっぱり。さっき社長行ったと、うん、そうそう。あ、出たけどね。しかし、お店がほら、密集してるから。あ、それはもう、僕らにとっとと仕事を辞めて酒を飲めっていうさ、神の啓示なんだよ、この町は。飲む町なんだから。確かに。実際なんか白田かも。まだもう一軒しか行ってないし ね、 そうね。これからですから。まあな。あ、そう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 、この先さ、うん、あ、そうだ、あの白鷹しか出さない店なんだ。ちょっと俺写真撮ってくる。ちょっと、ま、待ってて。伊勢島もさ、歴史があるんだろうな。そうだね、そうないよ、うん、私もさ、どうすんだろうな。なんでそこに繋がるの？どうした？もうここで頑張っとかないとダメなんですよ。なに急に。池田さんにはわからない。いや、やってるじゃん、えっちゃん。このサイトを頑張るっていうことですよ。そうだね。ああ、出た。お、えっちゃん、ちょっといきなりいないから。ぼーっとしてんの。人多いよね、平日なのに。あ、白鷹。白鷹ね。よいしょ。白鷹。白鷹。ホワイトイーグル。これじゃない？看板がある。聞いた話では明治30年にここでうちの4代前が始めたっていうんですけれど。4代前、ええ、すごいですね。で、まあ、明治36年に祖母がここで生まれてますんで、はあ、もうその時は間違いなくやってたと思いますけれどね。あ、もうここの土地、ここ同じ場所でずっとやられてる、ずっとここ、そうです、そうです。あ、じゃあ、あの外 の、 あの看板がだいぶ古いやつですけど、あれはもう、でもあれはあの戦争で焼けちゃいましたんで、まるまるここは。だ、戦後に昭和23年に今のこの店が建ったんで。なるほど。その後の看板ですから。あ、それでもやっぱり歴史感じる看板ですよ ね。 そうですね、だいぶね。へえ、雰囲気が。あ、このお味噌とかも、ええ、なんか私酒屋さんでお味噌見たの初めてなんですけど。あの量ってる味噌ですか？ええ、あの結構あの神楽坂の飲食店さんは、まあ、取引があるもんですからね、そちらの方で使っていただいてるんで。あ、そうなんですね、ええ、じゃあその都度ここで量って。そうです。これ なんでお味噌置かれるというか。昔はほら酒屋といえば味噌醤油。あ、まあ、塩でも僕もご存じないと思うんですけど、昔みんな測ってたんですよ。いい年なんで僕も。あ、塩もですか？そうですよ、ね、塩もし、あの500目とか1貫目とか。そうですよ、ね、池田さんはほら古い人だから。そう、うるさい。私はまだ。そう、だからソースなんかでも測ってたんですよ。あ、そうなんですね。中濃ソースなんかないから、濃いの1号、薄いの2号なんてね、ここで混ぜて、瓶で混ぜて振って、でお客さん買ってってもらったりもしたんですよ。あ、じゃあ瓶持ってきてこう入れてもらって帰るみたいな。そうです、そうです。へえ。で、蓋なんかないから新聞紙丸めてね、ギュッて。へえ。油もやってたんですよ。あ、油も。油の量り売りですか。うん、配達とかもこう個人のお家に配達されたりするんですか。します。
あのよくあのサザエさんとかでさ、あ、ちは三河屋です。三河屋さんがよくあのサブちゃんだった、うん、サブちゃん、そうです台所からこうね、酒屋さんが来てみたいなのあるじゃないですか、今でもやあの何軒かはありますけど、そうなんですか、うん、そういうお客さんやっぱり古くからそうです、そうです、あ、あやっぱりそうですね、御用聞き的なこともやっぱもう僕らの、ね、世代というか、そうですね、もっと下の世代もうでもやっぱもう20年ぐらいしてないかな。あ、お手伝いさんがね、増本さん毎日来なくていいからって言われたんです。あ、奥さん悪いから何か頼んじゃうからってね。あ、なるほどなるほど、醤油と油が溜まっちゃったから。でもその溜まっちゃうっていう話もある種あならではな、ね、あの話ではね、悪い大家族だったらね、本当本当、いや本当よく醤油使う人だなと思ったんですよ、その時は。行くたび注文くれるから。周りもやっぱこの形のまあまあ酒屋さんっていうところ、うん、そうですね、そうやっぱまだ20年もうちょっと前かな、30軒ぐらいあったんですよ、神楽坂近辺で。30軒酒屋がね、うん、あ、やっぱめちゃくちゃありましたね。今はもう神楽坂の通り下から来てもね、今酒屋なくなっちゃったでしょ。そうですね、なかったですね、ないんです。だからもともとはこの人は酒屋の長女だったもんですからね。あ、で私が、まあ、長女で、一緒になってやるようになって、だから主人と番頭です。そんなことないですよ。社長です。そうなんですか。で、若旦那さん、はい、で、さっき幼稚園から帰ってきたあれが酒屋やるは6代目になります。あ、6代目で最初もうそれからもうやることは結構決めてたんですか。そうですね、まあ周りの方からやっぱり酒屋の息子っていう扱いをされるので、小さい時から。あ、それが嫌だとか思ったりしたことって。いや、あんまりないですね。へえ、うん、多分一緒にこう配達に行くと配達先のお父さんとかがこうお菓子くれたりとか、八百屋さんがいちごくれたりとかするので、なんとなく地域ぐるみで育ったんだよ。そうだった、そうですね。お仕事のお手伝いするとまあ楽しいっていうようなイメージはありましたけど、へえ、まあ、自然の流れですかね。すごいな、でもそのまんまね継いでいく人とやっぱりこう、まあまあね、ね、全然関係のない仕事に行く人とまたいるから、そうだよね、そういう意味では良かったですよね、後継ぎがいて。卒業してすぐ入ったわけではなくて。あ、そうなんです。大学卒業してから7年8年ぐらいはちょっと他でサラリーマンをやっていて、お仕事をなさって、で30に、はい、なるときに、まあ、実家に戻ってきた。まあ、とりあえず大成功ということですね。そうです。なんとかこう。この配達は、うん、あのこういうお店の方にもしてらっしゃるんですよね。あの飲食店さんは何軒か、そうなんですね、お取引いただいてますので。ちなみに何軒ぐらい回られるんですか。40軒ぐらいかな今。そうね。いやもう、まあ、基本的には朝その前の日の空き瓶を片付けに行きながら、その日の注文を伺って。でランチをやってるところはそれよりも昼の営業時間を前にお届けしないとお客様が勝ち合っちゃうので、あ、まあ、早めに配達をして、で、まあ、ランチをせずに、まあ、夜までに配達すれば大丈夫な飲食店さんは夕方あたりにこう配達する、もうなお客さんの、まあ、休憩のタイミングやら、お店にいらっしゃるタイミングを見計らいながら、はい、ご注文をいただきに行くということですね。なるほど、じゃあ神楽坂にも、はいはい、お店にもこの白鷹ありますね、はい、もうあの白鷹は随分使っていただいてるんで、もうぜひぜひ飲んで帰ってください。飲みますよ。もう熱燗ぬる燗両方試してみてください。いやでも完売がするんですよね、はい、白鷹。ああ、もう味わって買いますか。買いましょう。じゃあそれじゃあ飲、うん、ませていただきますよ。はい、はい、いきます。1-2-3。いや家族でしたね。いや家族で一つの仕事するってね、え、なんかいやすごいと思う。すごいよね、うん、なんか長い、そう、長い歴史を感じる。そう、一部だよね、本当になってるんだよ。すごい仕事だね、うん、あれも仕事だね。それでなんかみんな豊かだし、ああ表情もなんかこう気持ちも、そうそう、私はどうすっかね。いやこれからね。いいじゃん、今日もちょっとなんていうの、
理想の形をちょっと見たじゃん、一つ。そう、でも本当にそれはそうだった。そうでしょ。なんかいいなって思える。やる気にもなるよ。なるなる。でもこれだし、もう行っちゃいます？行っちゃいます？すごい嬉しそうなんだけど。いやいや、あーどうぞ。何？ここ。こっち。もうさすがだよ。さすがエッチャ。行こう。これいいとこある。いやいや、ね、今池田さんと。やったー。池田さんと行くっていうのかな。なんでエッチャ、どうしてそういうことに。君はね、僕のこと誤解してるよ。いやいや。まあ、いや楽しいから。いやもうこの店はもう間違いない。間違いないんで。行こう行こう。やばいでしょ、それ。その喜び方。いい坂だな。池田さん、実は結構詳しいんじゃないですか？ホラーはね、いや、結構好きだからさ。うん。この先さ、銭湯あんだよ。え？こっち。そこ銭湯あんの。あ、ほんとだ、東京じゃないみたいな。銭湯、いい音してる、入りたいな。うん、こっちこっち、そっちじゃねえわ。ちょっと君冷たいじゃないのね。確実に違うわ。今のボケ拾えるボケでもないわ。ああ、あった。え、ここ。おお。うまいんだ。時岡。こんばんは。こんばんは。楽しみですね、今日一日。そうね。白鷹の話を聞いていたんで。 その取材で、そう、松本総本店さんと松本酒店。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、すいません。じゃあ松本さんに。松本さんに。乾杯。乾杯。いただきます。松本さんって北町のあっちも行き。はい、行きました。うまっ。最高級。いやよかった、今日は来てよかった。いや本当にありがとうございました。いやいや、もうこちらこそです。いや、とってもいい取材ができました。菜の花と、ハマグリで、ハマグリの出汁を菜の花にちょっと吸わせた感じ。まあ、今季節なんでね。とりあえずちょっと、とりあえずいただいて、もうダメだ。うわ、酒に合うんじゃないですか。うまっ、うまっ、うん、うまい。うん、ダメだ、ちょっとこれもいただくよ。だしが染みてる。うん、ごめん、辛いね、これ入れちゃった。うん、あ、うまっ。うん、まあ、まずいわけない。うまいな。白鷹が進みますね。あれ、ここって時岡さんってどれぐらいなんですか？16年。16年、神楽坂で16年。前はなんか古い店が多かったけど、最近バタバタっとこう新しい店ができて。ああ、そうですか。でもほらね、酒店も酒店もいっぱい、なんか40軒この辺あったよみたいな。そうそうそう、酒屋さんね。ああ、言ってた。どんどんなくなっちゃう、うん、あとなったのね、建物自体がね、壊されてビルになって。あ、そう、その中が飲食店が流行ってるからって飲食店ビルがいっぱいできて、あとはもう後継ぐか継がないかの問題ありますよね。そうね。あ、すみません、あのなくなっちゃったんですけど、はい、次クイック飲んだよね。すみません。あれ、あのもしかしてあのおかんの方に、あ、はいはい、行こう。じゃあそろそろ行っちゃう。やっぱりその完売の話を聞いたりちょっと。白鷹勘がいいって言うの。そうなんですよ、白鷹勘がいいって今日もう言われて、ちょっと
じゃあ行きますか。そうですね。じゃあおかん作れたんで。おお、来ました。ありがとう、ありがとう。あ、じゃあ、うん、じゃあ私から。あ、ありがとうございます。すいません、高いですよ。高い。追加料金。おお、じゃあとりあえずそんなもんで。お、はい、いただきます。すいません。まだある？うん、まだあります。じゃあ私もいただこうかな。ああ、じゃあそう、じゃあまあまあまあ1個も1つ、はい、すみません、ね、はこんな大先輩にいただいてしまってはい、いただきます。うまい。完売ってのはこういうことだな。うん、うまっ。あ、なんかでも味わいが変わりますね。変わる、ベースと。そうだね。いやでもまあ寒かったから今日ちょっと池屋さんなんか何飲んでも、うん、いやいや、でもそんなにわかんねえから俺は酒だったらいいみたいな感じになってませんか。ああ、言ったかもしれないね、そんなこと。君は嫌なこと覚えてるね。いやーこれ五臓六腑に染み渡るよ。長いですね、神楽とかって。そりゃもう歴史の。でもほら、町はさ変わっていくからどんどんただの住宅地になる可能性もあるし、うん、何にも発展していかない可能性もあるけど、うん、長くそうだね、こうやって歴史があるっていうのは、うん、やっぱりお酒のああいうさ、うん、あのそういう増本さん総本店みたいなのがあって、うん、こうもしかしたらこうお酒が流通しててお店もこう出てきて、ね、結果ね、人は、まあ、結果そういうふうにこうお酒が人を流してる可能性があるんです。そうね、お酒はいらんな。いや本当に俺は今日は完売って言葉を覚えてもらうでか。完売、うん、完売はねすぐまた使うから、ね、そうだね、そこら辺の女の子にね披露して。すいません。じゃあこれへしこってあのサバのぬか漬けなんだけど、若さの、郷土料理でぬかがついたまま軽く炙ってあるんだけど、ぬかは食べなくてもいいし食べてもいいし、苦手な人ね洗っちゃったりするんだけど。いやてかもう匂いがもう結構缶酒に合いますね。うわ、かなりしょっぱいんでちょっと舐める感じで。ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。あ、結構、あ、結構もうふしゃふしゃになってる。やっぱチビチビいくやつじゃない。チビチビって方がいい。チビチビいきますけど、うん、あ、要するにカラスミみたいな、うん、食い方ですね。ぬか漬けってもほとんど塩で、あ、なんかそういうことっていう感じ。いや、そういうこと、そういうこと。あ、あ、おいしい。うん、てか、ね、自動的にね、ちょっと進んじゃう感じ。うん、塩分高めのやつが本当にいいよ。まあ、次の日顔パンパンになりますよ。あとね、あんまり楽しい。ドッジボールみたいになる。まあ、うん、女子はね、てきめんだから、ね、気にしますよ。僕らもそろそろ塩分控えめ食生活やらないと、うん、この年だとみたいな。うん、すみません、アフタカヒアでもやってますか。はい、わかります。アフタカです。うまっ、うまっ、お返しと。あ、ありがとう。すみません。やっぱりアフタカなんです。そうだな、やっぱ神楽坂だ。いやー、飲んだ。いや、いい酒だった。酔っ払いました、ご苦労様です。いやいやいや、あの、意外と急に呼び出された割には面白い仕事で。池谷さんのおかげです。ありがとうございます。じゃあ俺もちょっと飲むから。うん、いつも通り。しっかり書いてね、うん、いや、そちらも飲みすぎないように。はいよ、次お願いしますね。はいはい。